はい。どうも、こんばんは。フレットの恐竜チャンネルです、えー。今回はですね、久々に箱に入った恐竜フィギュアシリーズを撮っていきたいと思います。はい。この,この企画はですね、まあ、箱に恐竜のフィギュアがたくさん入ってて、まあ、それを1体ずつね紹介していくというコーナーです。はい。で、動画の最初にですね、えーと、ブックオフで買った恐竜フィギュアたちを開封していくスタイルになってます。はい。えー、恐竜動画ね、たくさん投稿しているので、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 はい、えー、というわけで、まず中古で買った恐竜フィギュアから見ていきたいと思います。まずはこちらですね。えー、っと、なんて言えばいいですかね。えー、っと、ムーブだったっけな。ムーブ動く図鑑のえー、っと、ま、会社がですね、えー、っと、まアニアの二番煎時的な感じで出してたフィギュアですね。えー、っと、ヨドバシカメラとかの、ヨドバシドットコムとかでね、在庫は何個かあったっぽいんですけど、 最近あまり見かけなくなりましたよね。はい。えっと、なんかあのー、どこだっけおもちゃの青木とかではね、売られてましたね。はい。ええー、っていう感じです。以前ね、スピノサウルスも開けたことあるんですけど、それもなんかちょっと大きい気がしますね。今回紹介していくのはティラノサウルスレックスですね。はい。というわけで開けていきましょうか。はい。えー、開封していくと、 こんな感じの見た目をしてますねはいえー、っとまあ、この手のねえっと軸稼働をするフィギュアっていうのかなえっていうのはまあ昔から2008年頃とかはねソフビとか出てましたし、えーまあ、ジュラシック・ワールドのフィギュアもねそれに近いものがありましたはいでここ最近よく見かけるのがこの手のえっと中国とかで売られてるね恐竜フィギュアですねはい こういうのがね結構実稼働なんですが、それに近い感じですね。はい。さっき見せたね、ティラノ、えー、とシリーズのティラノサウルスもね、以前紹介したことあるんですが、それに比べるとね、顎はちゃんと動くタイプですね。はい。しっかりとこう、角度がつけれるし、スムーズに稼働しますね。はい。<laughs> すいません。え、うん。えー、造形の方はですね、うーん、まあ、そこまで、 ものすごくリアルかと言われるとそういうわけではないんですが、まあ、合格点上げてるかなぐらいな感じですかねはい歯もすごいきめ細やかでそこはすごくいいですねはいポージングをつけるとあんまり顎を開けすぎるとねあれなんで、まあ、こんな感じで走ってるような感じとかねにして、えー、遊ぶといいんじゃないかなと思いますはいえー次ですねえー、っと アリンマルアドベンチャーじゃないと、何だっけな、ミニチュアプラネットの恐竜たちが入っているセットですね。はい。どこで買ったかはね、正直思い出せないんですけど、遠くのスーパーパーサーかな、えー。ちょっとわからないですね。はい。えっと、ちょっと前にね、駅、えっと、前のブックオフに行ったんですけど、そこでね、アマルガサウルスに行かけて買おうか悩んだんですけど、す、え、で、ー、に家にありましたね。はい。まずは、 アマルガサウルスから見ていきましょうかはいこんな感じですね、まあ、アマルガサウルスはね結構いろいろなスタイルというか図鑑とかゲームとかね、えー、媒体によって結構スタイルが変わってくるんですが、えー、こちらに関してはね、えー、とトゲに膜がついているタイプですねはいこんな感じになりますえー、っと僕的にねあの恐竜キングの、えー、っとアマルガサウルスが一番印象に残ってるかなと思いますはい えー、当時なんか最初らへんに出たカードが確かそれでしたねはいこんな感じです色はですねえっ、ー、とー何色かな白っぽい色かな白っぽい色に茶色っぽい色と,、えー、とオレンジっぽい色がねついてますねはい顔はまあちょっと微妙かなはいそしてプテラノドンですねはい えっと、この手の、ね、フィギュアのプテラノドンは、まあ、何回か見かけたことありますけど首の角度が少し特殊ですね。はい、こんな感じになります。えっと、左右で、ね、ちょっと塗り分けが違ってますね。まあ、こっちがお腹の部分なんで白っぽい部分がだいぶ残ってる感じですけど、まあ、ちょっとね何て言うかなバットマンのハービー・トゥーフェイスみたいになってますね。はい、そして最後が。 えっと、オロロキタンかな確か視聴者さんから教えてもらったんですけど、はいえー、ハドロサウルス科の恐竜ですね、はいえー。こんな感じになります。えっと、トサガが結構特殊ですよね、はいえー。結構ね、ミニチュアプラネットはマイナーな恐竜を出してて、どっちかっていうとね、ティラノサウルスとかスピノサウルスとかよりも、そういうマイナーな、まあ、恐竜好きな人からしたらマイナーじゃないと思うんですけど、まあ あれな恐竜の方がね、造形がちょっとリアルな気がしますね。はい。こんな感じです。色はオレンジっぽい色に、えっと、緑かなはい、えー。という感じです。えー、次ですね。トリケラトプスかなって思ったんですけど、多分トロサウルスですかね。はい。こちらも開けていきたいと思います。 これがね、何のシリーズなのかちょっと謎なんですが、えっと、これに近いものはね、えっと、どこだったかな、えっと、メルカリか何かで見かけましたね、未開封のもの。ただちょっと高かったんで買えませんでしたけど、はい、えー、こんな感じですね。えー、こちらはですね、結構造形が僕的に好きな造形というか、結構リアルな気がしますね、はい。 えー、トリケラトプスともまた違ったフリルの形でそこもいいですね。はい。こんな感じです。ただ、下を見るとトリセラトプスって書いてますね。はい。こんな感じです。えー、色はですね、えっと、黄色っぽい色に茶色っぽい色がね、ついてますね。はい。そして、ここの部分が紫っぽい色があります。はい。 はいえー、というわけでね、中古で買った恐竜フィギュアは、えー、と以上になります。はいえー、とこれからはね、えーと、箱に入った恐竜たちを見ていきたいと思います。はいよしとはいじゃあいきましょう、えー。まずですね、こちらかな。はい、ジュラシック・ワールドのブルーのフィギュアですね。いわゆるプライズのおもちゃなんですが、ジュラシック・ワールドの、ね、プライズ系のおもちゃは結構よくできているものが多いですね。はい、特になんか 歯がね、別構造になってるのかわからないですけど、結構リアルな歯のね、付き具合というか、いいですよね。はい。皮膚とかもいい感じじゃないかなと思います。はい。えっと、なんかあの、ジュラシックワールドのね、一番最後のあの、ドミニオンをね、見てないんで、あの、ブルーがどうなったか僕知らないんですよね。はい。ジュラシックパークシリーズもなんかリブートされるみたいなんでね、今後どうなるかよくわからないですね。はい。 色は、えっと、灰色っぽい色ですけど、このね皮膚の感じが素晴らしいですね。はい、に青っぽい色がね、えー、ついてますね。はい、目の、ね、塗装も結構リアルです。はい、ここんなな感じになりますもともとスタンドがついてるおもちゃだったんですけど、そのスタンドは中古で買ったんでないですね。はいえー、次です。えーっと なだっけな恐竜フィギュアのシリーズですね。はい。のえカルノタウルスになります。はい。これがね、あと何体か、まあ安いんでね、110円なんで欲しいんですけど、結構もう、どこもね、在庫がないというか、なんかもう無理も換閑散としてるんでね、あの、なかなか見つけられないですね。えっと、ちょっと昨日用事があって、駅前の方のダイソー、結構大きい店舗なんですけど、えー、行ったんですが、 あのパラサウロ,ロフスしかなかったですね。はい。えー、っと、あの、サファリのパクリのやつですね。はい。えー、っという感じですね。まあ、躍動感のあるポージングでいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、これのね、ちょっとした裏話を話すと、えー、っと、これの、いわゆるパクってるシリーズってね、結構母数が広くて、えー、っと、同じシリーズで、あの、たくさんあるんですよね、他にも。えーっとダイソーが 売ってないだけで,、えー、でなんかあの海外のねあのサイトとか見るとかなりたくさんあるっぽいんで今後も恐竜フィギュアの、ね、シリーズで出してほしいんですけど本当はね、うん、今年の4月ぐらいに新しいのが出るかなって勝手に思ってたんですけど残念ながら発売はなかったですね。はい ただ結構ね、まあ、あまりいいやり方ではないですけど、売れてるシリーズなんで、まあ今後もね、あの他の恐竜たちを出してほしいなと思います。はい。色は灰色に、小豆色っぽい色ですね。口の中が赤っぽい色で塗られてます。はい、えー、次ですね。えっ、ー、と、ジュラシック・ワールドシリーズの、えっ、ー、と、アニアの T-Rex ですね。はい、こんな感じになります。 えっと、まあ、どうですかね。まあ、顔はね、結構かっこいいんだけど、ジュラシックワールドの T レックスに似てるかと言われると、そういう気もしないですね。うん、なんかこう、あの、インドミナスレックスとかギガノドサウルスとかすごいよくできてるんですけど、T レックスの顔はね、ちょっと今一つっていうか、僕的にあんまり似てるように見えないですね。はい。えー、っていう感じですね。 えー、色はですね、茶色とベージュですね。はいまあ、最近はね、ジュラシック・ワールド、ジュラシック・パークの、ね、おもちゃもね、やっぱファンが、まあ、海外だとね、あのまあ、権利上の問題がだいぶ緩いんで、個人がなんか作ってるキットとかの方がね、結構リアルだったりするんですよね。あの、まあ、Z ブラシとかの窓スクラプトとかで作ってる、あれですね。はい、なんで はい、何とも言えない感じですね、はいえー、次ですティ、えー、ラノサウルスのフィギュアですね、はい、こんな感じになります、えー、これはねなんか海外の恐竜フィギュアセットに入っていたやつですねもともとは,い、元々はあの恐竜ワールドジュニアの t r e x が元になってると思います、はい、色が赤っぽい色に、えー、と黒っぽい色がついてるんですがどうですかね あのー、ちょっと独特な色合いですよね。はい。色合いというか、口のところにちょっと塗装があるのが何とも言えない感じですね。はい。えー、次です。えっ、ー、と、恐竜ワールドジュニアのパキケオロサウルスですね。はい、こんな感じになります。えー、これはね、えっ、ー、と、茶色の色具合がちょっと違うので、古いタイプになりますね。はい、こんな感じです。 色はえっと白っぽい色に茶色っぽい色そして黒っぽい色が、ね、ついてますね、はいえー、次ですベロキラプトルのフィギュアですねはいこんな感じになります、えー、こちらはですねなんというかあの恐竜ワールドジュニアの元になってるんですが比較してみると一回り小さい気がしますね、はい えー、こんな感じです。何のセットに入ってるかはね、中古で買ったんでわからないですね。はい、えー、こんな感じになります。赤っぽい色ですね。赤にちょっと黒っぽい色が、シュッとスプレーされてる感じですかね。はい。はい。同じく恐竜ワールドジュニアが元になってるスピノサウルスのフィギュアですね。はい。こんな感じです。色はね、オレンジっぽい色ですかね。はい。みかんっぽい色に、えっと、緑っぽい色がついてますね。 そして、えー、トリケラトップスのフィギュアですねはいこんな感じになります、えー、こちらはですね恐竜、えー、ワールドジュニアのものなんですがどうですかねもしかしたら古いタイプになるのかな顔のね色合いがちょっと違う気がするんですよねはい、えー、こんな感じになります色が白っぽい色に、えー、オレンジっぽい色赤っぽい色黒っぽい色になってますねはい えー、小型のフィギュアですねコエロフィシスか何かですかねまあ造形はリアルなんですが自立はしないですねちょっと足の角度がおかしいんで、はいえー、次です、えー、とミニチュアプラネットのディロフォサウルスかなヤンチャノサウルスかなちょっとわからないですけど、はい、になります、えー、ディロフォサウルスは元で出,たと出てたと思うんですよねなのでこれはね でもやんちゃのササウウルルススかアロサウルスだと思いいますすねはい、こんな感じですこ下にね下向きにこう何て言うかな威嚇してるような感じのフィギュアですねおな、まあ、じみニチュアプラネットであのベロキラプトルも似たようなポージングですけど、まあ、このメーカーさんはそれこういうのが好きなんですかねはい、まあ、でも結構かっこいいですよねはい色は黄色っぽい色に緑っぽい色がついてますねはい えー、ティラノサウルスのフィギュアになります。はい。こんな感じですね。こちらはですね、あの、恐竜ポッドというあの伝説の恐竜フィギュアセットですね。はい。に入っていた、えー、やつですね。はい。新しい造形になります。古いのはね、えと、ー、別の恐竜フィギュアの、だったんですけど。はい。になりますね。はい。色はベージュに、えー、茶色っぽい色ですね。はい。 顔を見ると結構リアルな造形してますよね。はい。鱗の感じもね、他のフィギュアではあまり見かけない感じというか、独特なこの、シュッてね、スライドさせてるような感じの、えー、皮膚の造形ですよね。はい。次です。えっ、ー、と、ブラキオサウルスのフィギュアかな、範囲になります。 えこちらはですね、まあなんというか、あの、なんだっけな、恐竜アダベンチャーだったかな。あのー、800円ぐらいで売られているね、結構コスパがいいセットがあるんですが、えっ、ー、と、そのね、セットに入っていたものですね。はい。色がオレンジっぽい色に茶色っぽい色がついてますね。はい、こんな感じになります。見えるかな 元々はね、恐竜ワールドジュニアシリーズのやつだったんですが、それと比べると、一回り二回りぐらい小さいですよね。はい。次です。えっ、ー、と、プテラノドンですね。はい。こんな感じになります。えっ、ー、と、羽毛が生えてそうな感じの見た目をしてるんですが、結構独特ですよね。はい。まあ、プテラノドンのフィギュアってね、だいたい、例えば、こんな感じの、この立ってるような感じのね、 造形物が多いですよね。はい。えー、次です。えー、っと、スティギモロクかな、はい、になります。こんな感じです。えー、これはね、あのジュラシック・ワールドのなんか、炎の王国の時かな、えー、の、えっ、ー、と、迷い券特典でもらいたやつですね。はい。えっ、ー、と、ティラノサウルスが欲しかったんですけど、えっ、ー、と、当時売り切れてましたね。売り切れというか。 あなくなってましたねはいサウロロスのフィギュアですねはいこんな感じになりますこれはね結構独特な造形ですよねこのシリーズってなんか肉食恐竜が少なくてね草食恐竜は結構多めなイメージでしたねはいこんな感じです色は灰色に緑っぽい色ですね、はい、アンキロサウルスのフィギュアですね はいこんな感じになります。ミニフィギュアなんですが、尻尾がちょっとしなる感じがいいですね。はいえー、これはよく UFO キャッチャーとかで、あのー、スーパーとかにあるやつですね。スーパーとか、あのー、サビれたイオンのゲームセンターとかにあるやつですね。はいえー、アクロカントサウルスのフィギュアですね。はいえー、こんな感じになります。えー、こちらはですね、えー、と何だったっけな。 えっと、なんかよく海外とかアリエクスプレスとかでね、売られている恐竜フィギュアセットに入ってるやつですね。国内ででも Yahoo ショッピングとかで一応取り扱いがあります。はい。結構造形がリアルで、僕的には好きなんですが、おそらく元になった造形物が何かしらあるんじゃないかなと踏んでますね。はい。色は黄色っぽい色に、えー、っと、濃い緑っぽい色ですね。 ポージングもかっこよくて、まあ、なんというかアクロカントサウルスと分かる程度に造形がしっかりしてるので、ポイントは高いですね。はい。どのアングルから見てもかっこいいです。はい。えー、ミニチュアプラネットのブラキオサウルスですね。はい。まあミニチュアプラネットの中では結構大きいんじゃないかな。はい。こんな感じになります。 え首がね、こっち方向に向いている感じの造形ですね。はい、タグ付きです、はい。こんな感じになります。色は白っぽい色に青っぽい色がついてますね。はい、顔もね、結構いいですねあの。ブラキオサウルスってね、僕も子供の頃よく恐竜の絵とか描いてて、ブラキオサウルスの顔ってね、独特で難しいんですよね。はい、フィギュアでも、 ちょっと似てないなって感じのものはだいぶ多いです。はい。その中でね、結構ポイント、ちゃんと掴んで作ってるんじゃないかなと思うんで、いいんじゃないですかね。えー、竜脚類のフィギュアですね。はい。これは尻尾がくるっと曲がってて可愛いですね。はい。似た造形のものがね、結構いろいろ出回ってる感じですね、これは。はい。えっ、ー、と、これ自体は西松屋さんがあの、 恐竜フィギュアセットで入っていたものですね。何、はいえー、だろうな、何サウルスか未だにわからないんだけど、えーと、獣脚類のフィギュアですね。はい、これはあのあ、いわゆるアメトイって感じのおもちゃで、えー、とよくあのトイザラスとかで売られている感じですね、はい。こんな感じになります。これシリーズ欲しいんですけどねあまり 通販ででも売ってないんですよね売ってないのとどういう検索どういうふうに検索して探せばいいかがよくわからないんで見つけづらいんですよね、はい、色は水色っぽい色に黒っぽい色ですねはいえー、ティラノサウルスレックスのフィギュアですねはいえー、っと赤っぽい色にゴールドのねペイントがされてますね、はい これは多分パポシャの T レックスを元にしてるんじゃないかなと思いますね。はい。自立しづらいんですよね、これ。そして最後が、えっ、ー、と、ベロキラプトルのフィギュアですね。はい。こんな感じになります。えー、こちらはですね、パポシャのベロキラプトルをパクってて、あの最近、あの、恐竜フィギュアでも同じようなものがありますね。はい。色はマンゴーみたいな感じの色にね、緑色がついてますね。はい。 一応あのヤフーショッピングとかでもね似たようなものが取り扱いありますね。はい、はいえー、というわけでね、えー、と今回、恐竜紹介していったものは、ね、以上になります、はいえーと。ざっとね、並べ直して個人的に良かったものをピックアップしてね終わりたいと思います。はい、えー、とこっちの方にねざっと並べていきたいと思いますね。 何て言うかなあのー、このね箱に入った恐竜フィギュアシリーズって結構久々なんですよねあのー、1ヶ月ぶりかな1ヶ月じゃ聞かないな、まあ、結構前なんですよはいそれでねえー、っとまああの久々撮ったんですがなんかこううまく言葉が出てこない感じはどうしてもありますね、はいまあ、だからちょっとリハビリが必要かなって感じは個人的にしてますね、はい ちょっとまあや,やることはねいつも変わらないんですが、まあ、やっぱりそのうまく言い回せるとかねそういうのが、あのー、難しかったりとかしますねあとはやっぱり他の YouTuber さん、まあ、何の分野でもあれですけどみたいにこうきっちり編集してる感じではないんで、まあ、そこら辺はちょっと難しいところですよね よしと、ちょっとこっちにね並べていきましょうか、ね、安定しない子が何体かいるんでそれはちょっとあの他の恐竜とね近くに置いてやるしかないですね しはいえー、とあこれかこれ忘れてたはいえー、ちょっと手前のトリケラトプスがかわいそうなものになってますけどはいえー、今回ね紹介していた恐竜たちはこういう感じのラインナップでしたはい結構肉食が少食結構まあまああどうかなでも肉食恐竜が結構多いかなはい いいう感じになりましたはいえー、個人的にまあ良かったものはねまずこちらですかね動く図鑑ムーブの T-Rex ですねはいこのシリーズもねうーんだからメルカリとかでもあんま見かけないし通販サイトでもあまり検索してもなんかこうヒットしないしで集めづらいシリーズだと思うんですけど、まあ、中古で見かけた時には集めていきたいですね、はい てか顎の動かし方がね僕的に好きでしたね、はい、あとはミニチュアプラネット系統が結構多かったですねはい結構造形いいものが多いですねはい今回紹介していった4体はどれも造形としてはいい感じなんじゃないでしょうかはい あとはブルーですねはい結構まあ顔つきもリアルだし劇中に近い感じなんじゃないでしょうかはいそして他は何があるかなそうだなまあアクロカントサウルスかな最後にはい言うならあとはああまあこの恐竜ポッドですね 恐竜ポッドのね、えっと、新しいタイプを僕紹介したいんですよね。あの、ちょっと前に。で、古いタイプもね、どうにか買えそうなんで、あの、今後ね、入手できたら、このチャンネルでね、紹介したいなぁと思ってますね。はい。こいつがなかなか立たないんですよね。はい。えー、というわけで、えっと、今回はね、以上になります。はい。 えー、今回もね、えー、とまた箱に入った恐竜フィギュアシリーズを、まあ、再びやってみました、はい。ちょっとね、うまくいかないところも多かったですが、えーとーまあ、あの今後もね、えー、頑張っていこうかなと思うので、えー、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はいえー、そんな感じかな。はいえー、というわけで、えー、以上になります、はいえー。僕のチャンネルでは、ね、恐竜動画をたくさん出してます。えー、とーぜひね、 距離好きな方、えー、距離好きなね、お子さんのいらっしゃる方、えー、ぜひね、えー、チャンネル登録とかコメントとか、高評価とかね、ぜひよろしくお願いします。はい、えー、今日はそんな感じですかね。はい。ぜ, <coughs> ぜひね、こちらの方から関連動画の方もね、ご覧ください。はい。えー、今日はそんな感じです。えー、それではご視聴ありがとうございました。さよなら。